はい、お疲れ様です。ちょっと印刷中なんで音がしますけどもね、安物買いの銭薄にゃいってあるじゃないですか。これ私ね、食品でも言えるかなと思うんですよ。安いものって基本的に体にいいものではないっていうふうに私は思ってるんですよ。で、実際体に害のないものって値段が高くなるんですよね。安全コストっていうのがかかりますから、衛生コストとかね。まあ、ですんで私はなるべく安いものと高いものが選べる瞬間に来たら高いものを選ぶようにしてるんですよ。もちろん高いもののその、ね、内部も吟味しますけどもね。というのが、安いものを買い続けた結果、結局ね、肥満になったりとか体壊したりとかして片っぽで医療費みたいなのがかかっちゃうんですよ。だったらそこそこ高いものを買って健康も壊さないし、体がね、どんどんいい方向に構築できるものが絶対トータルではお得だと思うんですよ。まあ、そういったのが多分家電とかにも言えるんでしょうね。なんかそこそこいいものを買って長く使う、ね、安いものでもすぐに壊れちゃったりとか修理が必要だったり、そもそも安いと粗末に扱うっていう心理状態にもなると思うんですよ。やっぱりね、10万とか20万で買ったものってなんとか使い続けようというふうに工夫しますけども、5000とか1万円のものって壊れたら買い替えりゃいいやっていう発想になってね、結果ゴミ処理とか場所の問題とか買いに行く頻度とかっていうのが上がっちゃうんですよね。で、私の町にもハードオフってあるんですけども、ハードオフにね、いくら物を持ってっても多分まあ楽しみでやるんだったらいいですけども、多分ね、行って帰る経費にもならないと思うんで、私はもうすぐにゴミ箱ですね。時間的なロスが惜しいんで、その時間をまあお金で買うっていう考え方かな。うん、まあ確かにそのなんかいろんなものをね、端末とかの付属品とかを持って行ってブックオフにハードオフに持ってったら何千とかね、私の場合なるんじゃないかなと思いますけども、そもそも行って帰るのにもう2時間とかかかっちゃうんで、まあ、そうなるとね、行かない方がいいかなと。しまいにはハードオフに行くとなんか買っちゃうんでねだったらもうこの閉ざされた空間で右から左にゴミにするとかね、USB ケーブルだったらジャンク品で束でね1000円みたいなんで出しちゃうみたいな、メルカリね、そっちの方を選ぶかなってとこですけども、どちらにしましても今ね、ハードオフなり捨てるなりメルカリなり選択肢が広がったんで、それぞれのライフスタイルと価値観に合った選択肢が選べるのはいいことだと思いますね。うん、なかなかいいですね。ゴミを売ってハードオフで1万円稼いだ話ね。あ、そうそうそう、じゃあ今日のねタイトルのオチにしましょうか。この YouTube 活動を通じて私いろんな方にねアドバイスをするんですよ。吉谷さんもしてると思いますけども、その中には塾生からの Q&A に答えるの以外に、塾生じゃない人が問い合わせをしてきてそれに懇切丁寧に答えるってやつもやるんですよね。そしたら塾生でもないのに無料でこんなに答えてもらってありがとうございますみたいになるじゃないですか。だから、いや申し訳ないと思うんだったらお金振り込んでもらってもいいですよ、振り込み口座ここですからっていうふうにやるんですよ。そうするとその人から振り込みがないんですけども、その他の人からね、確かにそうだと思ったんで振り込みましたっていうふうにねそうじゃない人からお金の振り込みがあるというね、そういうのをね最近また経験しました。まあ金額は本当1000円とかね、そのぐらいだったんですけども、でもありがたいですよね。気持ちがその価格に表れてると。お金がない、お金がないって言っても、じゃあ1000円払えないんですかっていうことになると払えるはずなんですよ。むしろその1000円払えないということになると、もうビジネスが不可能なんじゃないかなっていうところにも来ますしね。あとはね、1000円払えないんだったら1000円の稼ぎ方を教えてくれたら稼いだ1000円で払いますでもいいんですよね。当然1000円の稼ぎ方なんて簡単にたくさんの方法の中から教えることができるんで、まあそうですね、なんかタイトルとしては知らない人から振り込みがありましたに、ね、しときましょうか。じゃあいってらっしゃい。